スタントン郡はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある郡。人口6129人。郡庁所在地はスタントンである。隣接するマディソン郡、ピアース郡とノーフォークショート市計を構成する。ネブラスカ州のナンバープレートでスタントン郡の車両は最初の数字が53になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 スタントン軍の車両登録台数が州内の軍の中で53番目に多かったからである。スタントン軍は1865年に設立され、エーブラハムリンカーン政権で陸軍長官を務めたエドウィン・スタントンにちなみ、名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍の総面積は1116平方キロメートルである。 このうち1,113平方キロメートルが陸地で、3平方キロメートルが水域である。総面積の0.29%が水域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、スタントン軍には6,455人、2,297世帯、および1,784家族が暮らしている。人口密度は6。 平方キロメートルで2、平方キロメートルの平均的な密度に2452件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人96.72%、黒人0.42%、先住民0.48%、アジア系0.12%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種1.38%、及び、 混血0.88%で2.31%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍の住民の55.8%がドイツ系9.7%がチェコ系5.6%がアイルランド系移民の子孫である。スタントン郡に住む2297世帯のうち38.90%は18歳未満の子供と暮らしており、 67.50%は夫婦で生活している。7.20%は未婚の女性が接待種であり、22.30%は家族以外の住人と同居している。19.20%は独居で、全世帯の8.10%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.76人であり、 家庭の場合は3.16人である。軍の住民は29.80%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が7.60%、25歳以上44歳以下が27.40%、45歳以上64歳以下が21.80%、及び65歳以上が13.50%となっている。 平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は98.40に見て、18歳以上の女性100人に対しては、男性は96.40にいる。軍の世帯ごとの平均収入は36,676ベイドルで、家族ごとでは41,040ベイドルである。男性の27,969ベイドルに、 対して女性は19,428ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15,511ベイドルである。総人口の6.80%、家族の5.30%は貧困線以下である。18歳未満の子供の6.80%及び65歳以上の7.20%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。